桜は危険です。見とれて歩いていたら柱にぶつかってタンコブができましたし、私もオペラ王さんと綾部さんみたいな関係に。いいえ、恐れ多いですよね。イベント開催中みたいです。ちょっと覗くくらいなら私も邪魔にならないでしょうか。待機シャトルさんからパーティーに誘われたんですけど、私間違いじゃないでしょうか。また僕こそが世紀末覇王さん。の人参パン、ちょっと気になりますけど、早い者勝ちだと私には無理かもです。カバンと胸のリボン、可愛くてお気に入りなんです。つけていると元気をもらえそうで、このカバンがあれば勇気100倍です。強さもそのくらいあるといいんですけど、私の両親すごく優しいんです。ドトンはすごい子だって。全然そんなことないのに。落ち込んでる時って何かに隠れたくなりませんか？建物の影とか誰かの後ろとか。